皆さんこんにちは、サモリヒロキです。本日は神経衰弱、はい、というわけで、神経衰弱としか聞いてないんですけども、神経衰弱はご存知？あ、知ってますよ、もちろん。あ、よかったです。まあでもなんか疑いはあるよね。普通の神経衰弱やるわけない。なんか罰ゲームがあるのかなんかわかんないですけど、まさにですね、はい、ちょっと僕もやっぱり普通の神経衰弱ではサモリさんと楽しめないと思いまして。楽しめるよ、結構あんまり。でも結局楽しいみたいなとこありますけど、ただ最近ちょっと僕がですね、下せないのはですね、下せないのがある。はい、はい、コメント欄とかでですね、はい、スタッフさんのササモリさん大好きオーラがバッているとかいや、嬉しいことですよ。いいことじゃないですか。なんかこう隠せない、もう好きな人の笑顔とか、そのもう好きな人を見る目で見ているとか、はいはい、それは下せなくてです。なんでですかいいことじゃないですか。もちろん大好きなんですけど、はい、大好きなんですけど、まあ、僕はあくまでもスタッフですので、はいはい、やっぱりこう個人的な市場というのはですね、ここに挟みたくなく、今回は笹森さんのこと別にあんまり好きじゃないよ、本当はあんま好きじゃないよ、スタッフと仕事のドライな関係だよっていう企画を持ってきました。泣いていい？俺それ悲しい。大好きですよ。まあまあ、そのね、ちゃんとした仕事でのってことをいいですね。そうです、はいはいはい、大好きなんですけど、はいはいはい、大好きさを極限まで抑えた企画を持ってきました。私利私欲じゃないと。もうはい、もう全然今回は多分僕の好きは全然伝わらないかな。なんか嫌ですね。ちょっと申し訳ないですけど、どんな神経衰弱ですかね。俺の悪口が書いてあるような、ああ神経衰弱みたいな。まあ、でも傷つくようなことはやっぱりしたくはないので、はい、今日やっていただく神経衰弱は、はい、佐藤ひろき神経衰弱だからどんなのよって。それが佐藤ひろき神経衰弱、はい、俺のこと好きやその時点で そんなことないんです。そうじゃないんです。一旦ちょっとじゃあ、はいはいはい、僕がですね、夜な夜な作った笹森ひろきデッキをご覧いただければ。お、デッキ。じゃあ見ますよ。僕もまだ見てないですからね、はい、せーの、ドン。お、笹森さんですねこれはお、なにこれ。おめでとうございます。レアカードが当たりましたね。これレアなの？お、はい、お、愛してるゲームですね。なるほどね。あ、まあレア、ノーマル。あ、ノーマルですね。何を持ってレアなのか、ノーマル。海底の稲妻ですね。それは最近このパッケージで出たカードですね。すごいな、これ。え、待って、これを。はい。あ、それは激辛の時。あ、出ましたね。今回のパックの一押し。激レア。激レア。地雷メイク、笹森さん。これが一番レアなんです。すごい、もうメルカリとかでももうすごい高値ついてて。ちょっと待ってよ、めちゃくちゃ好きやん俺のこと。いやいや、そんなことないです。いや、嬉しいですけど、しょうがないから作ったって感じです。なるほどね、これをじゃあサモリさんの思い出を振り返りながら神経衰弱をやっていこうという回でございます。なるほどね。なので今日もちょっとテーブル、皆さんお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、ちょっと不思議なテーブルね、縦画面で。実はここ、はい、実はここ、はい、カメラもテーブルがこっちもね、盤面用のものです。初めて見ましたよ、この上用の。映ってるか分かんないけど、じゃあやっていきましょうか。先行後攻でめくって、じゃあその時の思い出語ろうか。揃ったら思い出語。揃ったら、そう、この時こうでしたねみたいな話、ちょこっと1分間だけトークする。1分もトークする。30分です。そうですね、これ思い出振り返るでしょそうなんですけど10分かかっちゃうんで、さらっとね、さらっと、まあ入れられたらいいかもしれない。ではやっていきましょうか。じゃあ最初じゃんけん勝つかね。はい、あ、ちなみに言っていいですか、はい、じゃんけんでね、俺チョキ出してたじゃん、いつも。本当にこれ無意識でチョキ出してんだなと思ったんですけど、先日オンラインイベントやらせてもらったんですけど、はいはいはい、出演者の方が10人弱ですか、はい、いる中でこう1人だけ罰ゲームを受けるっていう。俺スパーンチョキ出して負けた出しちゃったっていう話なんですねってことでじゃんけんしようか。最初はグー、じゃんけんぽい。ほらね、言ったのよ俺、喋りつつたけど、俺今マジで普通にやっちゃうやつがない。これ怖いの、ほらもう怖い、僕も怖いですもん。前世ハサミがなんか俺はカニなんで、じゃあどっちします。先行が言う。もちろん先行でいい。先行でいかせていただきます、はい、いきますよ。はい、お、はいはいはい、海底の稲妻、稲妻ですね。お、トランボリさんですね。いきますよ。はい、あ、それは、フェニックスの涙ですね。フェニックスの涙、はい、俺より覚えてるえい、結婚してください。これ意外といけそうですね。意外といけそう。はい、おー、結婚、うわ、はい、トナモリゲットでーす。トナモリゲットされた。思い出ですか。うん、思い出、それは、あれじゃないですか、
週一投稿になる前の最後の日ですよね、多分。あ、そうですね、あの笹森さんが舞台に入られる前の最後の、そうそうそう、10月とかだって僕はもうそこからずっとわーって仕事があったので、そうです、ね、年末最後の撮影かな、年末最後の撮影2020年か、はい、おなぼりさんでーすはい、じゃあ僕のターンですね、まだ、はい、お、新しい、なんだこれ、新しい、あー、辛そうです、辛そうですね、おーおー第2回です、ね、2回目ですね、はい、マジで辛かった、でも完食されましたもんね、やばい、3回連続じゃん、でいっちゃいますよ、新しいサイコパスですね、おーおーいい、え、これさ3枚分とならないんですか、これ3枚分にしましょうか、じゃあ3枚分にしよう、OK です、結構案外近くなるんだよね、これね、おー、新しいな、今回ね、うわっ、あれ、よく覚えてますね、はい、コーラ作り楽しかったね、これね、あの芸人さんがキャンプやってる動画でいろんな調味料入れてコーラ作ってたんですけど、全然完成度高かった、これなんですよね、これのやつやりおー、3ポイントやったー、はい、初めてのメイク動画のね、地雷メイクをした時のウルトラレアですね、これ3ポイントだからね、これはあれですね、あの初日の撮影の、はい、あの僕と笹森さんがまだあまり仲良くない時です初対面の時は仲良くないの言わないのよ、別に普通ですね、徐々に仲良くなってくる、確かに確かに、別に嫌いだとは言わないですね、初対面の時はいいんですよ、まあこの時はまだ初々しい感じが残ってますね、僕ら二人とも、はい、やってしまった、うわぁ、ここじゃない？笹森さん、2枚同時は絶対損ですって。こっちから行った方が安全じゃないですか。確かにな。あ、ここじゃないじゃんって思った。せこいんすよ。いや、せこいのは、ルールなんだ。ルールなんで。はい、じゃあ次、どうぞ。もうシャッフルする一回。しちゃいましょう。いいの？あ、いいっすよ、いいっすよ。僕、激甘なんで。よし。ちなみにあれですね、はい、あの海底の稲妻食べられない危ないみたいなコメントちょいちょいありましたけど、ちゃんと放流しましたもんね、あ、そう、あ、ちゃんと分かってらっしゃる いたんですよ、すごい、あれね、放流しましたちゃんとちゃんとあの漁師さんにね、教わりまして、そうそう、教わって、これは逃がしてねっていう、まあどちらも逃がしたんですけど、さすがにね、はい、もう6択よ、おお。激辛第3弾ですね、あのギブした回です、で、一滴松のペキが下に書いてありますね、行きましょうこれは公平に行きましょうよ、じゃあ、じゃあ、じゃあもう一回シャッフルしていいですか、僕はもう分かんないですよ、僕せーので2枚見てください、一気に行きます絶対違う、うわぁぁ何驚いてかけちゃいました、うわ、やられた、やったじゃあ、数えましょうか、枚数数えましょうか、6ポイントです、6ポイント、おぉ、すごい、同点同点、これに助けられた、完全にやはりこう、一緒に作ってるだけあって、そうですね、ジェブへの思いは対等という、すごい、じゃあまあ、一旦これ引き分けで引き分け、前で終わりじゃないですか、実はですね、このパックをですね、私が購入したのが最近なんですけれども、はいはい、また最新弾がですね、株式会社笹森の方から発表されまして早っ、なんと私入手してまいりました、今回早っ、別バージョン、あの第2弾パックを、じゃあちょっと開封の儀を、はい、いきますよ、ダン、ちょっとちょっと待って、これはずいんですけど、結構いろんな、俺これいついつ、もう高校生だこれ、これレアですね、すごい、あ、でもこんなんもあったり、めっちゃ似てんなんだけどまあいろんな僕をかき集めてくれたんですね、おお、すごいいろんな俺が、すごい、全部かっこいい、いやいや、ありがたいですけど、全部かっこいいですね、しかもちゃんとそのあれですね、自分が撮った、もしくは事務所が載せているやつみたいな、あの、まあ権利上ちゃんと媒体のやつ載せてないっていう権利上ですね、全部混ぜましょうか、混ぜましょう、今までのパンクと、あ、こっちと全部、はい、さすがに難しいですか、やろう、やりましょう、やりましょう、いやもうなんか本当ありがとうございます全然食べ口でいいんですけど、本当にありがとうって感じなんですよ、あ、いや、それはもう、いや、もう本当に YouTube で楽しいですし、まあ本当に制作秘話としてはただただ楽しかったってだけです、いや本当にありがたいっすね、見てくださってる皆さんも楽しんでくれてると嬉しいですね、危ない、俺今トワイのトモに歌おうとしちゃったよ、お危ない危ない、いいですよ別に別にいいですけど、かつ
てないんじゃないですか。全部自分の顔が映っているもので神経衰弱をする。多分新しいですよ。はい、クレイジーなので結構クレイジーなんで、はい、さあ行きましょうか。じゃあじゃんけんからいきますか。恒例の、はい、最初はグーじゃんけんぽいね。あえてもうゴーイングマイウェイよ。俺はチョキしか出さないっつってじゃあ僕先行で、はい、では笹森弘樹神経衰弱第2回戦よーいスタート。逆にここまでやると俺はこうめくってった方が賢いんじゃないかなと思って。やめよう。あ、覚えられないからってこと。もうびっくりした。いきますよ。はい、はい、あー激辛の1っすね。これめちゃめちゃむずいですね。めちゃくちゃむずい。あー笹ちゃん、確率で当たるのすごいな。お、え、待って怖い。やばい、3ポイントいかれる。怖い。やったやば、シンプルに嬉しい。かわいい。結婚してください、結婚してください。うわもうやばいじゃん、手助けしかしてないやった。うわ、はいはいはい、あ、もう全部忘れた今の勝利。そう、そう、あれ、あ、めくったわ。あ、めくった。これも笹ちゃん。あれ、あ、あったな。裸見た気がします。ここちゃん、ここちゃん、セクシー、ここだよね、ここちゃん。あ、あれ、これもしかして。あ、あったな。裸見た気がします。ここちゃん、ここちゃん、セクシー、ここだよね、ここちゃん。あ、あれ、これもしかして。なんすか、なんすか、なんすか。ちょ、忘れる前に、忘れる前に。ちょ、待って、ストップね。今、この前さじゃん。で、俺1枚めくったんですよ。はい、俺まだ2枚目めくってないのに。え、まだ2回目めくってなかったっけ。めくってないよ。確認してください、マジで。え、そうだよね。俺今2枚めくってないのよ、シェク。うーん、って、これめくり出したんで。ペナルティーだよね、今の。やってますよ。僕、ズルしましたよ。ズルし、1回休みね。1回休み。じゃあ、俺これ取るです。くっそー。で、これもなしね。嫌なんだよな、そういうルール。あ、ここちゃん？ここかここなんですよ、笹ちゃん。多分ここだと思うな。嬉しい、笹ちゃんゲットです。やべえ、圧倒的大差ですね。あ、やべ、あれ、あれ、はい、早く早く早く。あれ、どこだったっけ、さっきのやつ。え、やばい、リセットされた。あれ、ここじゃない。うーわ、そこか。来た。そこめくりがちなんで。え、出ました。出ました、他の。でもここのとこじゃないですか。あ、違うな、ここなんだな。うわー、お、あれ、ここ、ここじゃん。おお、すごい。お、あれ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 、それ、いや、めくった、めくった。分かったかもしれないです。これと、これ。うわー、怖い、怖い、怖い。結構ランダムにやりましたよね。あ、やった。嬉しい、結婚してください。めちゃくちゃ強い。いや、わかんない。いや、もう分かんない。俺もう分かんないですね。これやったな。それやったな。それやったな。ムカつくもん、これ。確かに。もうこれムカつく。めちゃめちゃ申し訳ないですけど、僕もちょっとムカつく。僕もムカついて。これなんかかっこいいんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですけど。何回そこめくらせんねんっていう。またあったね、みたいな。何回。やあ、みたいな感じがちょっと消せないですね。でももう当ててあげて。あ、そう、あれだけで。かわいそう。救いなせよ。救おう、救おうって。言葉じゃないですか。これじゃない？稲妻、稲妻、稲妻、すごい。ああ。これここ先の青いですね。フェニックス。あれ？あ、ムカつく。ムカつくこの。俺が俺を救おう。うわー。よーし、ムカつくをゲット。かっこいいですけどね、めちゃめちゃ。これこれ。クリミティじいちゃんシャツ。両手ピースきた。ここら辺多分。あ、うん。え？うわ。お、トレか？今めくった。今めくりました。やってんのよね。いや、違うな。これ多分隣なんですよ。またこう？じゃないですか。ほら、怖い。こんなことある。怖い。もうやめたい。そして、これが、あ、フェニックスのめくりました。あ、違う、それじゃない。それさっき俺、シャッフルしたもん。本当にそうじゃないですか。いや、これ公平じゃん、マジで。本当にごめんなさい。本当ですか。おー、すごい。あれ、マジでやった。
シャッフルしてない。ありがとうございます。シンプルに間違えてたんで。優しく教えてくれたんですよね。うっぜ、ありがとうございます。ちくっしょ、笑い笑い、ちくっしょ、わらわら。だから何言ってんの。それがトナ、トナが上。うわもうやだ、やめたい。トナは上なんすよ。もう一回やりたい。トナは上がやりたい。あー、体育会を見たことないな。だって隣じゃない。あー、右手じゃない。あれ、はい、戻してください。本当ですか。これ戻して左手ですよ。戻して、僕右手って覚え、だろ。で、これが海洋でしょ。これが海洋か。おぉ、よぉ、じゃあちょっと結構いったんじゃん、これ。いい勝負してるんじゃないですか。じゃあいきます。1個目、はい、1ペア目、2ペア目、はい、かっこいい。3、皆様サイコパス、4、同じ、結婚してください。5、同じ、かわいい。1、できたろ。2、さすちゃん、激辛。3ポイント。すごい、すごい、マジで一緒だ。3ポイントルール追加してなかったら同点でしたね。すごない、こさっきの試合もこの試合も3ポイントで助けられた。これもう皆さん再生し倒してください。公開されてますからね、ジュライベント。はい。うーわ、怖っ、怖っ。うわ、なんかあるんですね、やっぱり。なんかそういう境遇みたいな。めちゃめちゃ楽しかった。思いのほか全然楽しかったっすね。かっこいいんだけれども、まあ何回もめくってるぞ。あー、もうまたこいつっていう。またこの俺。またこの俺。またこの俺。いや、非常に楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しいですね。思い出も振り返りながら、はい、ちょっと好評だったら、うん、秘蔵写真とか違うやつで、まあ、より出てないというか、はい、昔の写真なんかもいいかもね。あ、いいですね。いやー、すごい楽しかったわ。皆さんもぜひ自作 の, トランプ写真貼ってね、やってみてはいかがでしょうか。思い出振り返りながら、友達なんかとさ、これなんか自分の写真じゃなくてもいいけどさ、この思い出のね、どっか行った時のみんなの写真とかさ、はい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 、ね、やっても面白いかもね。面白いですね。メイクの写真がまさかね、そう、救世主になる。すごいですね。めちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。はい、というわけですごく楽しかったでございます。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは。